いつもだます、中川ファームです。今日は田植えをしていきます。それではやっていきましょう。田植え機は遺跡の PZ73、 これを使っています。7畳上の田植え機です。7畳というとなんか中途半端な感じがするんですが、まあ7畳だと田んぼの周り枕の部分、周回が1回で済むので7畳を使っています。田植えだけでなくいろんなオプションがついています。まずこの肥やし測定製品、これをこのトッパーに入れます。エンジンの温風とこのブロワー、これでここから温かい空気が送り込まれて、この空気と一緒にこのノズル、ここからずっと肥やしが送り出されて、こっち、ここから出ます。そうするとここに苗が植えられるので、その横に肥料が落ちます。そうすると植えた後の速攻性があるので初期生育が良くなります。次に除草剤、これ小巻車、田植えの後に除草剤が降っていきます。5キロ入ります。まあ、草を枯らすというよりは草を生えてこなくするような薬、除草剤です。で次にここは箱処理剤といって、殺虫殺菌剤をしていきます。まあ、イモチ病とかイネミズゾウムシなどの田植えをした後ついてくる病気、虫に効き目があります。前はなかなか抑えるのが難しかったモンアレ病なんかはこれを使うことでほとんど出なくなりました。とても優秀な農薬です。なんでこの田植え機だけで、田植え以外にもこの箱製用剤、除草剤、肥料の3つ同時にできます。まあ、この農薬も1袋10キロで3万前後するので、とても高価な農薬です。なんで無駄にはしないように。前は手で振ってたんですが、手だとどうしてもムラがあったり無駄が出てしまうので、この機械をつけることにしました。
混ぜまで全員をつけます。でバックで、その前 Z ターン、これが入ってるので旋回して前を向いて、勝手に後ろは落ちて植え付けが始まります。硬い。硬いね。